俺ガットン、そしたらさ、ちょっと池袋行ってさ、はい、まだ店開いてたらさ、ちょっとガット、ガットの弦買ってこようかな。弦張り替え動画。石橋楽器。8時半ぐらいまでやってたような気がするんだよね。やってると思いますね。営業9時までだ。今行けば間に合う。それはつまり池袋までわざわざ迎えに行ってくる今、口実を作ってくれたってことですか？いやいや、買ったらすぐ帰って急いでもう弦張り替えるし、待っててくれていいと思いますよはい、というわけで池袋行かなきゃいけなくなりました。アコギの弦は変えてあったけど実際はガット弦だったと、ガットギターだったということでございます。じゃあ池袋行きましょう。買ったよ。本日はスペシャルゲスト林圭介。どうも、ベルロックギタースクールボーカル講師の林圭介です。はい。レコーディングでございます。レコーディングでございます。必ずね、やる儀式をね。ハーブとかね、ドナーの。全く分かんないけど、スーツですよ、スーツあ、なるほど、缶切りのやつ。そうあれ結局何なんだっけ、分かんないよね。セブンイレブン、これをするがために手をベトベトにしてまでガットの弦変えるか今すごい悩んで買いに行ったのに。ちょっと変えてくださいよ、そこ。じゃあね、ガットの弦をね、買ってきたから交換しますよ。見ながら弦を交換する、なんか初心に帰っていいんじゃないですか。いや、めったにナイロン弦買えないからね。ディズニーランドとか行ったことあるんですか？あるある、俺働いたことある、ディズニーで。そう、うん、ディズニーランドの C の中にコンビニがあるのね。でも一般のお客さんが入れなくて、社員用とかスタッフ用の中にコンビニがあって、そこでバイトしたことはあるんだよ。専門学校で、その、あ、浦安に住んでたから専門学校その辺にあってさ。そうなんですか。めっちゃいいじゃないですか。こんな感じでやってみる？完璧です。外したいんだけど。外したら変なんですか？現実的ではないっていうのと、でも分かんないですか、音は。まあね、ギタリストってこれカップつけてる音とかって分かるんですか？音では分かんないですか？分かる分かる、音でも分かる。分かる。へえ。これもこうシェーブにしたらさ、カップを。え、そうなんだけどそれが不自然だから、はい。でも落ちサビの間にこうしたんだなっていう人はダメなんですか？まあね、でも仮に
仮にその上がったサビもこのニカポで成立するボイシングが仮にあったとしたら、そっちの方がうん、ドラマチックな気がする。そしたらそれでニカポに行っていい弾き方で C セクションを成立させた方が、なるほど、まんま同じボイシングが上がっちゃうから、そっか、面白くないもん。それはちょっと面白くない。そんなに音出ないことあるぐらいピックが鳴ったからって面白い。左手が急にサイレントになったよ。ピックがピックが全く当たってない。おかしい。かっこいいけどね、すごい。まあ、これしとこう。これしとこう。これしとこう。普通のやつ。いやなんで2人して顔芸やってんのこの時間で。いいからやってください、もう。